グランプリマニファクチャラーズアソシエーションはかつて存在したモータースポーツの団体。フォーミュラ1に参戦している自動車メーカー間の同盟として2005年5月9日に結成された。代表は BMW 研究開発部門取締役のブルクハルト・ゲ・シェル。コンストラクターがシャーシの製造者であるのに対してマニファクチャラーはエンジン供給や ワークスチーム運営を行う自動車メーカーという意味合いがある。2001年、欧州自動車工業会に加盟する5社によって、前身であるグランプリワールドチャンピオンシップが結成されたが、フォードが2004年を最後に F1 から撤退し、中心的存在であったフィアットも2005年1月に離脱したため、旧メンバー3社に日本の2社を加えて改組された。 準備会議にはフェラーリを除く9つの F1 チームが参加した。グップマ設立メンバーなお、発足前の4月24日に行われた2005年サンマリの GP では BAR のマシンが最低重量違反で失格2レース出場停止という処罰を受けており、BAR に対する制裁行為ではないかとの見方もあった。グップマの目的は、 GPWC と変わらず F1 の統括団体である国際自動車連盟に対する発言力の強化、並びに F1 の商業権保有者とコンコルド協定の公開について交渉することにあった。自動車メーカー側の意見が受け入れられない場合は、コンコルド協定の期限切れとなる2007年末をもって F1 世界選手権から離脱し、2008年より、 新シリーズを立ち上げるという構えを見せた。FIA のマックス・モズレー会長は自動車メーカー間の開発競争がコスト高騰を招きプライベートチームの存続を危うくしていると主張しエンジンの開発制限、車体主要部品の共通化、テスト距離制限などのレギュレーション変更案を相次いで打ち出した。これに対しグップマは技術革新にこそ F1 に参戦する意義があるとして、規制に反対し、プライベーターへは、エンジン価格の助成措置を取るとした。工業面では、コンコルド協定が定める、収益分配率が不公平であるとして、競技者への配当を増額するよう要求した。また、F1 の商業権を預かるスレックの株式の大半が、投資銀行3社によって管理されている状況を、問題視した。当初、 グップマガワ級チームは全チーム同等な条件で交渉に臨むことを確認していたが自動車メーカーの後ろ盾がないプライベーターはここに切り崩されていった2006年よりフェラーリエンジンを使用するレッドブル、ジョーダン改めミッドランド、ミナルディ改めトローロッソ、BMW エンジンを失うウィリアムズ2006年から参戦するスーパーアグリが コンコルド協定公開に同意し、勢力図は体制が有利に塗り替えられた。また、2005年11月から2006年3月にかけてイギリスの大手プライベートエクイティファンドである CVC、キャピタルパートナーズがスレックの全株式を取得し、バーニー・エクレストーンを最高責任者に指名したことから、工業面の安定という課題が解消された。さらに、 FIA は2008年シーズンのエントリー申請を大幅に前倒しして、期限を2006年3月31日に設定した。このエントリーには11もの新チームが参入を希望し、さらに FIA はエントリーが遅れたチームを新レギュレーションの作成部会に加えないと宣言して、グップマが泡ごチームや圧力をかけた。同年3月27日、 グップマガワゴチームはエントリーを申請したことを発表し、同年4月28日には既存11チームとプロドライブの2008年シーズンエントリーが承認されシリーズ分裂は回避された。同年5月にはグップマガワゴチームがコンコルド協定の覚書にサインしたことが発表された。コンコルド協定の合意後は二千八年からのエンジン開発凍結をめぐって 意見の応酬が続けられた。しかし、F1 参戦継続が決まったことでグップマの結束力は弱まり、2006年8月14日にはトヨタが脱退を表明した。2006年11月16日、FIA のモズレー会長とグップマのゲッシェル会長が共同会見を行い、グップマが今後少なくとも5年間は F1 に継続参戦することで合意したと発表した。 同年12月8日には2012年までに行うレギュレーション改革案について合意し、エンジンの開発凍結、エネルギー改正装置の導入、直噴ターボエンジンの使用などのロードマップを発表した。その後、2007年2月16日にはルノーもグップマ、脱退を表明した。そして2008年7月にはチーム間の組織として新たに フォーミュラワンチームズアソシエーションが結成された。ありがとうございます。